こんにちは、そこかんでーす。今回は長年やりたかったコールオブデューティーブラックオプスコールドウォーをやるそのパート10をですね、これからやろうかなと思います。今回が最終回ですね。ペルセウスがヨーロッパの主要都市で核爆弾を爆破するまであと数時間しかないんだ。俺たちは手段を選ぶ。いつもと同じ朝を迎えるため俺たちの何人かは一線を越えねばならない。英雄と称えられもせず悪党と戦う。よっしょー、かっこいい。誰も俺たちを知ることはない。この亡霊を追い続けて13年。それでは始めます。だいぶやってるんで、銃撃に関しては相当上手くなりました。あーっと危ない種類だ。危ないし、よし下がれ、 C4 を起爆する。よかった、次は境界に向かえ。
破壊しろ。任せとけ。アドラン、ハドソンだ。対空砲は潰したか。爆撃隊を向かわせたい。対空砲を一門破壊した。それじゃ無意味だって分かってるよな。撃墜のリスクは犯せない。チャンスは一度しかないんだぞ。言われなくても分かってる。とにかく俺がいいと言うまで待ってろ。コンタクト。おっと危ない。直ちに片付けろ。おーおー、武装兵出てきた。おー危ない。あー危ない。やられるか。お、おお、倒した。灰になるまであと5分しかないぞ。ペースを上げろ。電力が回復したな。アドラ、見えたか。うつ、もう時間がない。ハドソンに出撃許可を出すぞ。対空砲の破壊にかかってるんだ。気をつけろ、上にマシンガンがいる。1キル、格闘2キル、格闘無双。全部隊に通知、地上へ攻撃を開始する。退避しろ。繰り返す、直ちに退避しろ。地上部隊、デンジャークロス。ベル、直ちにここを離れる。彼らがやりましたよ。起爆を止めました。間一髪だ。 CIA も活躍を。ペルセウスは捕らえたか。いえ、依然行方は不明です。ロシア側の反応は。まだ何も。混乱の兆候が見られます。ペルセウスの単独行動だったのでしょう。モスクワの命令には従っていないのかもしれません。驚くべき事実だ。我々は似た者同士なのかもな。こっちだ。手を貸してくれ。俺の手を取れ。やったな。お、クリアしたかな。これはペルセウス。クリアですよね。俺たちからの警告だ。俺たちは危機を見過ごしはし。クリアしました。やったー。戦争にはこうやって勝つ。ちょっと開けなかったかな。
カシーム・ジャバディの近況はどうかね。はい、カシームを捕らえ、我々と戦うよりこちらに転んだ方が得だと説得しました。アラーシュの死はカシームに奴らのネットワークを支配する機会を与えたんです。あいつなら中東でのソビエトの活動を内部から探れるでしょう。今後は奴のネットワークを通じて取引を始められます。アントン・ボルコフはどうなった？ボルコフは捕らえられて以来重要な情報源になりました。 MI6 は奴を尋問後、直ちに東ベルリンに盗聴所を設置しています。すでに KGB から諜報員への指令を傍受していました。鉄のカーテンに覗き穴を開けたんです。ハバナの掃除はどうなったかな？アズレイとパークの遺体をキューバの施設から無事回収しました。棺はそれぞれテルアビブとロンドンに向かっています。家族への連絡はレーガン大統領自ら。MI6 は不満を持っているようだ。彼らに借りができたな。チームの他の人員は？ソビエトが調査部隊を送る前にソロベツキーから脱出しました。傷が癒えたら復帰させますよ。ペルセウスは止めたが、ネズミはまだそこら中に巣くっている。我々の中に協力者がいるんだ。確かに、ロバート・アルドリッチと奴のスパイネットワークは暴き損ねました。もっと極端な手段で国内を監視する必要があるかもしれません。無論許可されていません。今はな。ヨーロッパはどうだね？最悪の事態は免れましたが、まだペルセウスの手下が潜り込んでいます。時間があれば打つ手もいろいろあったのですが。ベルは？北極の空気だ。頭がすっきりするだろう。ベル、お前はペルセウスを止めるために犠牲を払った。一つは知らないうちに、もう一つは自らの意思で選んだ。俺たちの間に起きたことは必然だったと思ってくれ。より大きな利益のためだ。アドラーかっこいい。俺は英雄なんだぞ。英雄には犠牲が伴う。上がフライトジャケットってのが、だからこそお前には理解してほしい。かっこよすぎてもう痺れる。悪く思うな。おあ、え、なんで、なんで。おあ、味方したじゃんよ。なんでよ。こんな終わり方だったの。はい、というわけで、長年やりたかったコールオブデューティーブラックオプスコールドウォーをやる、今回が、最終回ということになります。やった感じとしてはですね、良かったところは、まず舞台が、近現代のところ、コールオブデューティー、モダンウォーアフェアの、初代を僕はやって、ハマってたんで、まあ時代設定が近いと、すごい楽しいですよね。ゲームに関しては、途中でですね、選択肢が出てくるのが良かったと思います。ただですね、選択肢がちょっと、足りない感じなんで、続編が出たらですね、もっとたくさん選択肢が出てほしいですね。
良くないところはですね、道に迷ったところがあるんですね。ルートを一本化しろとは言いませんけど、ちょっとですね移動でわからないところがあったんで、それがですね解消されたら、いいんじゃないかなと思います。アドラーのキャラはですね、僕かなり好きなんで、プライス、大佐の、次くらいにですね、シリーズ化して、今後もですね出してほしいなと思います。あっけない、感じがしましたけど、まあこれで終わりですかね。最後になりました、ご視聴していただいた皆様、今回はありがとうございました。